おとといさ、ホテルのグループの方のやつからね、前からちょっとね、ぜひちょっと参加してもらいたいことがあるんだっつってね、何かと思ったらさ、あれなんですよ、試食会っていうのを企画されてて、で実はね、だからそこに顔出してからその、ね、銀座 の商店街のね、買い物が8時からあるって言うん でそこも一応ね参加することになってて、その、ね、6時から2時間その後そっち行く予定でいたのが、たまたまその前の仕事がずっと押しちゃっててさ、で着いたのが深夜ぐらいになっちゃったんで、で銀座商店街の方は若澤君に行ってもらって、急遽ね、で僕はそっちの方で参加したんだけど、いやすごいなと思ったのが、今ほら鈴木友人君っているでしょ、あれがさ、ねすごい暑いんだよね、こう熱があってさ、でとにかくいろんなやつここ巻き込むわけ。それで何があったかというと、あれ炭火焼きの店やりたいっていう話なんだよ。でたまたま友達がね、そういう仕事をしてるから、ぜひちょっとね、こちら側で出したい品物を用意するので食べてくださいって言うんだよ。でね炭火焼きだから大したことないなと思っていたら、そこにうちの福本君が加担しててさ、あいつがね焼き鳥のタレ作ったんだよ。これね多分ね、俺日本全国焼き鳥食べてるけど一番うまいね、っていうくらいのクオリティなの。和食の職人が何だろう、焼き鳥のタレ作るとさ、こんなにうまいものなのかなっていうくらい美味しいですよ。でやっぱね、熟練してるものっていうのがさ違うんだな。で連れてきたやつもさ、今度某有名店のね、要するにやつを7年くらいやってたのかな。でそのさ、いろんなものをこうね炭火で焼くんだけども、これはねもう少しアレンジするといけるかなっていう形になって、で一応ね話今盛り上がってるところなんだ。で今ね城ヶ島があって、今度三崎の方の店ね、今ちょうど今日も言ってたけど、うちがねまた買った物件で、ドーナツ屋さんを今度やる人がいて、でこの人も三浦では結構有名なパン屋さんが、要するに新商品を開発して、じゃあこいつをね三崎で売りたいってことで、三崎ドーナツってことで名前をつけて、売り込むと。またそれがねどういう方向に行くか分かんないけども、俺大事なのはね熱だと思うんですよ。でその仕事に取り組むね熱っていうのはさ必ずあるわけじゃん。でさ大体ね中小企業連載の時っていうのはさ、よしやってるぜって気持ちになるやん。でそれからこうだんだんこうガーッとなってきてさ、でみんな熱があるからね、仕事っていうのは若いうちのね勢いっていうのはさ、そこでねまず力っていうのが出るわけじゃん。で大体さ能力もないのにね、熱もないようなやつってさ、やっぱりね能力もつかないし、ね、結局仕事も楽しくないですよ。でやっぱねまず能力がないうちは熱持たないとな、こういう風にしやなきゃいけない、ああいう風にしやなきゃ思うじゃん。でそれをずっと積み重ねていくうちに、だんだんね、要するに身についたさ技術ってものが出てくるじゃん。でそっからまたさらにそれをね、このさらにまたこの熱持ってさ物事進められるっていう気持ちが前に進むっていうこと、ね、だからまずさ人間俺一番大事なのね、この間ちょっと感じたのはやっぱ熱だなと思ったね。いろんな意味でさいろんな人がいろんなことを考えてさ、でじゃあこうしようぜああしようぜっていつも問題点をさ見ながら、ただ問題点を見ながらさ、問題点をそのまんま、ね、放置するんじゃなくて、やっぱそれをねじゃあどうやって解決するんだってことを、いやこれからどうするかってことをね、道筋をさ作って、前に進もうというね気持ちは僕ねやっぱ大事だなと思うね。そういうことをね一応今回少し感じていて、でそれもさ、例えば今ちょうど僕も本書いてるんだけど、熱のあるやつってさどういうやつかっていうとね、一つはさ根性があるやつだよ。で根性って何かっていうと、ぶつかってもくじけないやつだよ。で例えば僕なんかもそうだったけど、要するにさぶつかってもくじけないんだよ。で次のこと考えようと思うじゃん。でもね、今うちの会社の中でねだんだんこう高学歴化が進むだろう、そうするとね彼らっていうか理工のやつほど、ね、要するにぶつかったらどうしようかなっちゃうわけ、ね、つまり、ね、よくさ、ね、考える人、考えさせられる人いるじゃん。物事あるとか考えさせられるな、ね、あとニュース見せても考えちゃうな、いろんなこと考える、俺だって考えるよ。でもさそれしょうがないこととさしょうがなくないことってあるわけじゃん。でその中で一番大事なことはね、要するにね
ね、ね、まずさ、こうなったらどうしようってことをあんまり考えないことが重要だ。ね、要するにね、そういうことってあんまりないんですよ。例えば今、ね、あの、ね、この津波の話また来てんじゃん。で、東海地震が来たら、ね、ここがこうだ、ああだって、ね、いろんなあのデータ取ってるよね。小田原は今ね、3メーターしか来ないそうですよ。データとしてね、出てるんだって。だから、あの小田原の人たちはすごい喜んでるよな。でもその他の人たちはさ、喜んでないよ。で、城ヶ島がね、あのそのデータに基づかないけど、まあ、前のね、要するにあの、関東大震災は城ヶ島がね、あの、防波堤の代わりになって、結局岬っていうのはさ、ね、あの津波の被害を受けてないんですよ。だから今あの古い建物が、ね、あの現存してるってこと。つまり古い建物が現存してるところは被害状況が少ないってことなんだ。だから被害が少ないところは古い建物多いわけで、京都なんかそうだね、あの被害なんかないじゃん。もともと大阪から山の上でこう周り囲まれたさ盆地だね、あの橋本がそうなんだけどさ、ね、あのあれ盆地で育ってるんだよ盆地育ち、まあ分かんないけど、それがどう影響してるかよく分かんないけども、盆地ってさ、いやあのね、生活はしにくいよ、ね、あの暑いしね、寒いしね、だけど被害は少ないんだよ。だからよく見てみると古い建物が残ってるところっていうのは大体ね、盆地のところとか山の中とか岩盤のあるところとかなってるわけじゃん。でそれはさ、あのいろんな歴史的なことがあるんだけども、問題はさ、ね、海沿いが全部津波に被害を受けますよなっちゃうから、なんか日本人ってさ、海沿い危ない危ない言うから危ないと思って、ね、移動しなかったりさするわけじゃん。であのね、よく考えてな、365日さ、ね、被害ないんですよ、ね、それがあの5年被害ない、10年被害ないんだよ。で例えば30年に1回被害があったとするじゃん、それ30年1回だから、ね、その代わりあの30年間引く、ね、ほんの1日分くらいの要するに状況を差し引いたとすると、それは被害がないんだよ。でだから ある意味では、ね、例えば今僕海沿い住んでるな、でわざわざさここまで駅、あここまで通うのにさ結構な距離ですよ。だけど通ってんじゃん、ね、なんでかって言ったらさ、そこが気持ちがいいからだから、うん、要するにじゃあ逆にさ、ね、それで気持ちがいいのにさ、その気持ちのを捨ててだよ、で気持ちの悪いところに、いや要するに地震とかあの津波が怖いからって移動する気持ちもないんですよ。でそういうのってね、僕はやっぱり環境の変化っていろいろあるかもしれないけども、起きるかどうかわからないことをなんか意識するんだよ。で人間特にそうだ、ね、要するにあの例えば今回の中国の問題ってそうじゃん、ね、あのこうなっちゃうんじゃないかな、ああなっちゃうかな、みんなマスコミ言ってたけど、今もう修練しちゃうよ、間もなく、まあ、あと尖閣諸島の件はどうかわかんないけども、まあ、そのうちどっかで収まりつくんですよ。でそのうちどっかで収まりつくことをなんかさ、こうなっちゃうんじゃないかな、ああなっちゃうんじゃないかな、いろいろ考えるやついるけど意味がない。それよりもむしろ今自分たちが置かれてる中で、じゃあどのようにしてさ、ね、要するにまあ、仕事についてはどう改善するかね、どういう気持ちを持って行うか、ね、でよしやってるぜっていう気持ちがやっぱり、ね、前に進むことになるわけですし、それがなかったらね、俺はダメだと思うんだ。だからね、もう一つはね、今さ、経済がさ最悪の状態になるんですよ。でね、まあ、この間も言った通り、まあ、今日は一応ね、三浦市のまた仕事のさ打ち合わせ、夜行くんだけども、要するにさ、ね、経済ね、とことんダメなんだよ。でね、年金問題もとことんダメじゃん。でいろんな面がとことんダメなわけじゃん。でさ、とことんダメなものは治らないんですよ、ね、要するに全部変えなきゃダメなの。でだから今回の例えばさ、ね、年金問題ってそうですよ。みんなね、俺なんかってもう多大な年金納めてさ、俺もらえないんだよ。家賃収入あるやつもらえなくなる可能性高いんだって言ってたよ、ね、で、ある意味でさ、ね、所得が高い人は高い、ね、年金払っててもらえない可能性が高くなってきてるわけ。でもね、それはしょうがないなと思ってるんだよ、ね、なんていうかと社会の構造だから。だけどさ、ね、それはしょうがないとするとするとね、損したやつ一回全部さ豚箱に入れてくださいって話、ね、要するに、ね、日本の企業でさ、例えばだよ、会社の金とかそういうのを要するに何かね、不利益を与えたら、まずさ、ね、そこに法律的な問題がなかったかどうかって精査するだろう、ね、ところがね、官僚の人たちとか年金事業内のやつとか精査されないまんま、処罰がないまんま、そのまんま全部国民のせいなんだよ、ね、でこれから自己責任ですよって言ってるわけで、それさ、そこに至るまでの間にどれだけ精査して、どれだけの人たちが処分されて、どれだけの人たちがさ要するに解雇になったか、
調べてみてくださいってことないよ、うん、僕の知ってる限りはありません。だからはっきり言って、ね、公務員の人たちやり放題なんだよ。で損しようが何しようが関係ないの。ね、あの日銀の政策で失敗したからといってこの人たち何か罪に問われることないわけで、人の金預かってるのに罪のことがないんだよ。だからあのある意味ではね、僕はね、そこはね、そこを言うなら全部精査して、ね、要するに犯罪的要素があったら犯罪的要素は全部処分する、ね、あともう一つは、ね、あの要するに、実績がダメだったらね、例えば海外の投資ファンドなんてそうでしょ、実績があったら、ね、あの給料上がるけど実績がなかったら、ね、もうクズ同然なわけじゃん。でもさ、年金事業団の人たちの、ね、運営についてさ、あんだけ莫大な損して誰が処分されたの？ないよ。で公務員みんな給料したやん、その年金、ね、あの要するに年功序列でどんどん上がるやん。もっとひどいのが、ね、あの上級公務員の人たち、いきなりさ上級公務員受かるだろ、ちょっと利口なだけですよ。それがいきなりさ、ね、あの公務員の段階の中では、ね、死ぬまでに、ね、行きつけないところの位から始まるっていう世界、これ全部撤廃した方がいいよね。利口なやつは利口なやつで利口なやつなんだから勝負すりゃいいじゃん仕事で。でもさ、そうじゃなくてたまたま、ね、東大法科出た人たちが、ね、あのとかそういうのがね、上級公務員になって、であのそのまんま要するに世間とさ違う、ね、ランクからスタートするからみんな間違いが起きる。見てみて、あの、ね、あの税務署のさ所長とか行ってみてくださいよ、みんなガキみたいなやつだよ。今どうか分かんないけどね、俺行った時ガキですよ。明らかにガキがいるわけ。これ何かあったらさ、ね、結局、ね、上級公務員の人たちが、ね、あの国税庁の研修の意味で所長とかなっちゃうんだよ。そういう仕組み作っちゃダメだ。だから僕はね、あの全部今までのやり方の中でね、失敗した人の多くはみんな経験が不足してる人たち、ね、つまり経験不足の人が上に立つからみんなおかしくなる。だからここはね、もう一度ね、経験のある人たちをどんどんさ育てる。もともと東大の、ね、要するに教育っていうのはさ、ね、要するにそういうところをね充実させようっていうことで作った、ね、帝国大学なわけだろ。それを要するになんか知らないけど特別なさ階級を作るための大学にしちゃったらおかしくなっちゃった、まあ、大学避難するつもりないけども、ね、それに追従するような、ね、あの学罰だとかそういうものができてきちゃってて世の中全部おかしいわけだ。ここはね、もう一回全部さ一からやり直した方がいいよ。もうね、思うんだけど、ね、要するにダメなやつはダメなやつでもうまずさきちっと精査しなきゃダメで、それはね学歴とかそういうことじゃないんですよ。まずね、気持ちがあるかどうか、勢いがあるかどうか。僕あの前に官僚の人たちとね、あの食事したことあるんですよ。真面目な人すっごい半端じゃないよ。中小企業の連載が半端じゃないよ。あのレベルが違うくらいもう一生懸命仕事しますよ。でそれでさ家帰れないね、まあ、ちょっとぐらい帰りに前タクシーならビール飲んだっていいじゃねえかなって思うんだけど、ね、だってそれはそうでしょ。だって家帰ったら寝ちゃうだけなんだからさ、ね、それは別に、ね、あの個人タクシー乗ってお前、ね、ビール飲んで帰ったっていいじゃん。でもさそれはね、あのなんかこうさ誰かが糾弾するしたりなんかするのね。でその仕組みをさなんとなく壊すやつがいるんだ。だからまあ別にそれはねいいことじゃないけれども、だけどね真面目にやってる働いてる人たちがいっぱいいるってことも忘れちゃダメ。だから逆に言うとね、ダメなやつのおかげで、ね、この一生懸命やってる人たちがの信用が毀損されてる現実があるってこと。だからもう一回全部、ね、うちの会社なんかもそうだけども全部見直して、ね、経験と実績のある人たちがどんどん、ね、引っ張っていくような気持ちにならないと僕はダメだと思うな。もう今ね、いろんなことでね、いろんなところでいろんな人と、ね、あと他の人たちともいろいろ会うけども、だけどねやっぱりさうちの面接も見てるとそうだよね。ダメな人ほとんどじゃん、ね、9割以上はダメじゃん、ね、面接する藤本君が分かるけども、あダメだなってやついっぱい来るでしょ。あれやっぱりダメなんですよ。ダメってこと本人たち気が付いてない。だからそれはねもう一度ちゃんと仕事を積み重ねた人たちが、ね、きちっと実績残せるような現場を作らなきゃダメだと思うね、まあ、現場っていうことを作らないとダメだと僕はもうね、うちの会社もそうしてください。お願いします。